ヤードもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。では続きやっていきます。ちょっと今夜勤派遣ってね、すごいハイになってるんですけど、許してください。3つをこれだけは覚えておいて、世界を救う勇者だろうが何だろうが、あんたは私の息子だよ。ちゃっちゃと世界を救って石の村に戻って帰ってきておくれ。あんたの大好きなシチューを大鍋いっぱいに作って、母さんいつまで待っているからね。任せろペルラ。とりあえず進めばいいんだよね。マジで休みがこれからねなくて、ちょっと取んなきゃいけないんですよ、この夜勤明けで。いつも夜勤明け取らないんだけどね、ちょっとこの時間しかないもんで、ちょっと無理して取ってます。とりあえずナップナーガ密林からソルティコ海外に抜けてドゥーランド。はい、了解。じゃあ左側にとりあえずね向かっていけってことですよね。了解了解。でグレイグさんが前回仲間になったということで、すごく心強いですね。一応ストーリーの全クリするまではグレイグさんガッチガチのスタメンで使っていくつもりなんで、っていうくらいねもう結構汎用性高いキャラだと僕は思ってます。お、この先はナップナーガ密林、悪しき魔物がひしめく死の森だ。ソルティアナ海岸へ続く橋は俺たちが直しておいたから安心して進むといいぞ。はっ、つい最近まで俺のことを悪魔の子として追っていたお前がなぜ俺のことを助けてくれるんだい。やばい、マジでハイになってるわ。ちょっとやばいな、落ち着け。俺ドラクエな、マジ始めちゃうとクソ楽しいからね。とりあえずソルティアナ、キコリの小屋最初行ったとこだよな。こっちから行けるんちゃう。じゃあとりあえず海岸に出ないといけないんだよね。あんまり強くない敵しかいないじゃん。そっち側は通れない的な、壊れてんのかな。うわ、めちゃめちゃ壊れとる。あ、こちら裏側だって。はいはい。橋崩落につき通行禁止。振り返ってツタを探すべしと。はあ、なるほど。まあ大体ここら辺だよね、ツタあるっつったら。とりあえず下に行かなきゃいけないのか。了解。壊れてた橋直したとか言って、ここね、飛び降りれないのこれ。飛び降りれないんだね。ふう、違う違う、グレイグに話しかけてないよ。オッケー、じゃあこっちから先は多分、じゃあこれから始めてだね。ちょっと隅々まで探して、キラキラ探そうかな。あるね、やっぱりここら辺に宝箱とかある説はまさかないか。麗しきのこ、ほいほい。どっかのタイミングでさ、ドラクエも日本投稿にしないとさ、ドラクエ10に間に合わないんですよね。あともう1ヶ月しかないからね。まあでもそこまで日本同時投稿でも全然いいんだけどね、10と11も。まあまあそれでもいいと思うんだけどさ、10をねちょっと集中してやりたいじゃん。ってなると11ちょっとね雑になっちゃったりするかもしれないよね。そうなってくると、それがちょっと嫌なんだよな。よし、なんか特に宝箱ありそうな感じはしないんだけど、取り忘れてたらちょっとごめんなさいね。暗黒樹木、魔法の樹木、ここ通れるんだ。でちょっとあっち行ってみようか。俺エマに挨拶してきたっけ。覚えてないな。まあいいか。ここら辺に何かあるわけでもないから、じゃあ先に進んでいこうか。すごいなこれ、隕石でも降ってきたんかっていうくらいのさ、炎みたいな塊だったよね。登っていきます。あれ橋、あ、そういうことか。ソルティアナ海岸へ向かう橋を直してくれたのね。だったらそこの橋も直してくれてもよかったんじゃね。ダメだったのかな。まあとりあえず進みましょうか。でここがいたずらデビルがいた宝箱ですね。懐かしい。よし、じゃあこれで直したっていうの。ちょ、OK、
これ直したに入るの丸太ぶっ刺したくらいじゃね。じゃあ丸太倒したくらいやんそれ。さあソルティアナ海岸に向かっていくわけですが、あ、ソルティコの町ってこと。あ、ドゥーランダ山ね。オッケーオッケー、なんとなく思い出した。そうだ、さっき言ってたじゃん、ドゥーランダ山に行けって。こっち側ってもともと来れなかったのかな、わかんねー。まあいいや、とりあえず行きましょうか。え、じゃあさ、ローとさ、あ、ソルティコか、ソルティコにはいなかったのか、ダーハルーネか、シルビアがいたのはね。結構近い位置にいるんじゃねえと思ったんだけど全然違ったね。ふもとの洞窟、はあ、サクッと行きましょう。サクッとサクッと行く前になんか左側にくぼみみたいなのがあるから、そこに宝箱がないかだけ確認してから行きます。なんか絶対あるよね。あー、でもキラキラか、魔法の樹木、いいね。グレイグかっこいいな、その服装。なんか俺全クリしたやつは鎧にしてるけど、ずっと旅人スタイルも全然ありだね。なんかありそう、見に行く。絶対こういうとこ宝箱あるよね、ほらね、あるんすよ。初めて見るわ。あ、小さなメダルね。俺さ、小さなメダル全然集めてないんだよな、大丈夫かな。まあでもモンスターから盗めるっていう機能ができたからさ、11からかどうか分かんないんだけど、10にあったのかもね、そういう機能が。俺10やってないから分かんないんだけどさ、まあでも盗めるからさ、そこまでね重要視して集める必要ないんじゃねって思っちゃった自分がいるんだよね。8とかってさ、マジ取り忘れると終わるやん、正直な。よし、特にここら辺は何もないと。おーっと、危ない。あ、ここで一回お休みしようか。あ、違う。はい。あ、休みたいだけだよ。OK。で、ここで多分セーブポイント作れたよね。で、こっちにキラキラがあったのが見えたんで、ちょっと取りに行ってきまーす。やっぱユグノアの装備よりこっちの服装のがいいね。旅人っぽいわ。カシャカシャうるさかったからな、あの装備。こっちが旅人っぽい。まあでも俺ね、この髪型がねあんまり好きじゃないんですよね、11の思わない？サラサラヘアってちょっと嫌じゃない？なんか主人公っぽくないよね。だからちょっとね、12の主人公っていうか、そういうキャラデザーすごく期待してます。めっちゃかっこよくしてほしいよね、なんか旅人っぽい。8のさ、主人公めちゃくちゃ人気あるよね。だってまあ可愛いもんな。顔がやめてくれ、あーまずいか、くー。あ、でも戦わなきゃいけないのかい。よいしょ、やっていこう、やっていきましょう。まあ番外構成でいいんじゃないですか。違う、ナイス195、すごいじゃん。ちょっと待ってね。はい、ドラゴンライダー乗ります。じゃあ上に登っていくでしょ。ここなんかドラゴンが多かったんだっけ、あれ違った。あ、すげえ、あ、爆弾岩じゃん、爆弾石。危ない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 。ここも登っていく。なんかドラゴン、でかいドラゴンいなかった？ボスじゃないんだけど、普通の雑魚敵なんだけど、めっちゃでかいドラゴンがいた気がするんだけど、気のせいだったかしら。あ、覚えてる、ここ来た記憶ある。あ、でここでドラゴン乗ってミスリル鉱石、うわ、またなんか新しい武器装備作れるんちゃう。ミスリル鉱石、精霊石、でかっ。え、ここ精霊石落ちてんの。え、めっちゃいいやん、しかもキラキラでしょ、すーごー。
そっち側は行けるのかや。行けないんだね。じゃあちょっと見てみようか。なんか、ああでも落ちてるのはちょっとミスリル鉱石か。うん、清めの水。落ちてくんの。あっぶねー。元中腹、あ、OK、中腹に行けばいいんだね。もう10分経ったの、早くね。早いって。あ、こっからはじゃあ歩いていけよっちゅうことね。お尻かゆい、お尻かゆい。はい、ドゥーランドゾーン。あー、いた、でかい蜂。あー違う、でかい竜。この蜂に乗った方がよかった。なんかどっかに宝箱取れますよみたいなギミックがある、もしかして。うわ、宝箱ある。そう、なんかさ、ここ運動会やってるみたいじゃない。はい、開けます。お、即ドラゴン装備、ドラゴンキラー、ドラゴンバスト、ドラゴンシールド、ドラゴンメール、でかっ。絶対これから使えます。あと、やばいです、そう、君と戦いたくない。あ、そのレシピ本いいね。多分グレイクとか、エンカウントしちゃった。スノードラゴン、あ、そんな強くて、あ、強っ。180、そうで、マザー、え、むっちゃ強いやん、グレイク。むちゃくちゃ強いですやん。さて、行きましょうか。その蜂乗った方がいいの、やっぱり。え、わかんねえんだけど。え、なんで乗るギミックがある。こっち側行けるとか、そういうか。まあ、やとりあえず倒そう。火炎切れとかでいいんじゃない。おお、あ、そうなんですよ。早やぶさきに覚えました。はい、これね、あの前回のボスとかで使えたらよかったんだけどね。俺スキル上げるの忘れてたんですよ。あ、ここで乗っていきましょうって話なのかな。え、でも何も見当たらんくね。特に、あるね。じゃあちょっとあれだけ回収しに行こうか。キラキラくん、ちょっと頼むわ。あれだけ回収しに行こうか。切り立った。あ、結構強いね、ここら辺。お、ナイスか、エンディ。え、グレイグってこんな強いの。バケモンじゃん。蒼天マザー、カブト割りも使えるわけでしょ。強っ。精霊石でかい。まあこんなもんかな。じゃあなんか街っぽいとかあるんで、ここに行きましょうかや。ありがとう、ハチ。君は精霊石取りに行くだけの足だよ。なんかストーリーってかイベントがあれば、イベントやってから終わりたいんだけど、何もないかな。あるね、あるけど、まあでも街紹介的な感じかな。サムネどうしよう、これマジいっちゃん困るんだよね。はいはいはい、ドゥルダの里でしょ。あ、いいじゃん、来た来た来た、サムネ確定。ここが勇者ゆかりの地か。しかし体重が落ちた場所から近いというのに、里は全く無事な様子。一体何があったのか。あ、その顔見覚えがあるぞ。さては貴様、デルカダール兵だな。デルカダールの者よ。これまで我が里を封鎖しよって、いまいましい。我らドゥルダの民の怒りを思い知れ。ドゥルダ、なになになにそれ。なんだこの動きは。どこから攻撃が飛び出すかわからん。油断するな。はい、怖っ。お前たちやめなさい。騒がしいと思って来てみれば何事ですか。里の外の方に無礼は許しませんよ。散歩大僧侶、違います。怪しいデルカダール兵が来たので取り調べていただけです。デルカダール兵ですって。なるほど、確かに。ですがあちらの若い方は兵士には見えませんね。あ、
なたから感じるこの力は、もしや勇者様ではありませんか。すごいね、子供なのに。一目見ただけでお前の素性を見抜くとは。ああ、どれだけこの時を待ちわびたか。この者たちの無礼な振る舞い、大変申し訳ありませんでした。後ほど里の一番高い場所にある大使の宮殿を訪ねてください。お話ししたいことがあります。はい、了解です。そう、ここは子供がね、まだ年若い、一番上の人なんだよね。こちらの心を見透かされるような不思議な威厳を感じる。他に当てもない。とりあえず彼の言う通り、大使の宮殿に行ってみるか。そうしましょう。よし、では今回はここまでにしたいと思います。では一旦ね、中の探索と、情報集め、裏で行っておきます。次は、大使の宮殿でしたっけ。そこでまたお会いしましょう。